とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきましょう。まずは1階から。とにかく、クリーパーが多いので、注意。2発目、3発目を当ててあげると、うまいこと倒せると思います。はい。全部で5体かな。いるので、まあ、とにかく、ダメージを受けないようにやっていきたいところっすよね。オーケー。敵を巻き込んで倒せればなおよし。まあ難しいけどもね。はい、よし。でもうクリーパーはいないっすね。でここでおしまいですね。はい、一回クリア。で、ここでパワーシェイカーですね。このパワーシェイカーを最後まで使います。んで、ここはね、ギリギリまで敵を引きつけてあげると、いい感じになると思います。いけ！オッケー。ちょっと回復使っちゃったけど。まあまあまあ、大丈夫です。オッケー。いい感じに矢が出てきてくれたね。2回クリアでーす。何もいりません。いきましょう。でここも特に問題はないと思います。敵のねちょっと耐久力が結構高めなんですけども、そう問題はないですかね。でこの赤いやつがとにかく HP 高めなので、あいつは注意して戦ってください。で、あとこっちでおしまいね。はい、 OK。 で危ない。3回クリア。次いりません。いきましょう。あ、でね、エンチャントはね、別に入れなくていいけど、入れるならば、エーリか、どこの雲。まあまあ、どっちでもいいと思います。でね、なくても、武器交換するところまでは、大丈夫だと思います。はいはいはい。OK。んで、よし。落として倒したいところ。はい。でクリーパーが3体ね。はい。普通に倒そうとするとちょっと火力が足りなくてダメージ受けちゃうので、極力爆発させて倒しましょう。ナイス。めちゃくちゃ良かった今の。オッケー。4回クリア。次で、今シーズン長いね。結構長めです。はい。でここウィンドウも強いんですけども、いりません。あれはねちょっと使うのが難しいので、ちょっと万人受けしないかなということで取らずにいきます。オッケー。箱があるんでね、取り忘れないようにいきましょう。よし。ここ敵多いんだ。敵が多いのよ。あ、で倒しちゃった。まあいいか、復活するんで大丈夫です。 OK。 よし。324本、まあまあ十分ですね。こんぐらいあれば十分です。 OK。 こいつがとにかく強いんでね、遠距離のやつには注意してください。でここで星よるですね。カトラスもいいんですけど、カトラスよりこっちの方が火力が
あります。とりあえず11入れとけば OK ですね。いきましょう。はい、蜂が結構高確率で出てきてくれるんで、ある程度任せとけば OK です。この蜂のね、出現率 20% なんだけども、いやこれ全然 20% じゃないね。うん、もうちょっと高い確率で発動すると思います。よし、はい、6回クリアで、ここは何もいりません。いきましょう。でここもねちょっとめんどくさいです。最初にシュルターを倒してあげると、まあ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 いい感じだと思います。あーもうこいつらもう本当にもうはい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 、しゃ、でここ箱あるんで取り忘れないようにですね。でパン2つ食べてりゃ大丈夫。よっしゃ、ちょこのシュルカーがね嫌なのよ。とにかくでパンを、まあ、食べてれば取ったとしてもおそらく大丈夫です。ある程度のダメージは回復するんでね、大丈夫。さあ蜂も結構出てきてくれるんでいいでしょう。でここもねシュルカー先に潰してあげてると戦いやすいと思います。いやもうこいつめんどくさい、あいつ。はい、んでここでバジーネスト取っていきましょう。いきまーす。でバージンネストを置いといてあげれば、まあまあまあこの蜂たちがね頑張ってくれるので大丈夫です。さあ OK、 はい8回クリア。報酬は何もいりません。いきましょう。でエンチャント全然入れねえなと思うと思うんですけども、エンチャはここの防具で使います。うん、防具を一気に、強化しますんでここで使っていきますね。さあよし、一応クリーパーいるんで注意だけしてください。まあまあ蜂がなんとかしてくれると思います。はい、9回クリア。でここでビーネストアーマーを取ります。で商人ですぐにビーネストをビーハイブに変更ですね。で次ボスでーす。エンチャント入れていきましょう。ビーハイブにクールダウン3で雪玉3です。これで OK ですね。いきましょう。でプレステ版はこっちからです。あ固まった。よし、あーもう蜂たちが何とかしてくれた。多分スイッチはね反対側に出ると思います。うん、毎回こうスイッチ版反対に。おおナイス、いい感じに落とした。はい、でここは何もいりません。いきましょう。いやいい感じに落としたね。あーぶねあぶね、段差でね当たらないこともありますよ。しゃ、よし、今回
回ね、なんか序盤からクリーパーが多めに出て、まあ、クリーパーの多いシーズンかなと思いきや、そうでもないもんね。あとあとそんなに出ない。よし。はい。えい。でも敵がね、なんか今シーズン多いのよね。だからちょっと面倒ではあります。よし。おお、ナイス、蜂が倒した。いい感じだったね。はい。でここでハープーン取っていきます。うん、やっぱりこのクロスボウが万人向けかなと思いますので、これでいいと思います。で矢が少なかったら無限でいいです。で、今回矢が結構あるので、まあ、追い打ちか、クリティカル、どっちかですね。まあ、今回クリティカルを入れていきましょう。322本あるので、全然 OK です。で、ここもね、結構敵多いです。なので、ハープーンを、ある程度ガシガシ打ってあげると、早いですね。おい。ハープーンはめちゃくちゃ強い。うんうん、クリティカルも結構発動するじゃん。はい、13回クリア。次いきましょう。はい。でここで、武器変えます。もうパワーが少ないんでね、裏切りに変えていきましょう。でエンチャントで重力がね絶対必要なのよ。重力で、プラスで、吸血入れてください。で、あとあと、働き鉢を入れます。ここがね、結構、難しいので、注意してください。まあ、よし。この、クールダウンが入ってるので、パワーシェイカーが使いやすいんでね、これで、なんとかなると思います。はい、やべえ。ハープーンもめっちゃ強いんでね、それでも大丈夫です。いいっす。 OK、まあ、とにかくこのねロイヤルガードがめんどくさいので注意して戦ってください。よし、結構いるな。 OK、 結構いるけども重力と吸血がかなりいい感じでマッチしてます。あっ、いい。あっちいないね。もういないよね。いるんかい。ああ、ここか。はい、なんか打ち漏らしたかと思った。大丈夫でしたね。14回クリアでーす。でここで種持っていきましょう。汚染された種ですね。意外と使えます。いこう。あー危ない。エンチャント入れてね。重力吸血働き鉢です。で敵が出てきたら鉢を置いてあげて戦いましょう。で種もね、クールダウン短いのでガシガシ使っていくことができます。どんどん使ってください。結構ね、いいダメージになるんですよ。蓄積で結構いいダメージ。よし、 OK、 終わりかな。はい。でここは急がないように、急いでいくと落ちてやって長くかかってしまいますので注意です。何もいりません。いきましょう。はいはいはい。もう雑魚的だったらもうこのね、あぶねえ、種で速攻倒せるので、雑魚的はもう種に任せちゃいましょう。よいし
でやっぱりねこのね重力よ、重力がいい感じに発動してくれる。で集まったところを倒して SP 回復だもんね。いいね、結構矢出るね。うん、今回結構矢がいい感じ。よし行きましょう。んでここは何もいりません。はい、まああの連射パッドあれば全然ね、よし使っていっていいんですけどね。羽も連射機がなければちょっと使いにくいので。あウェイ、あやばあぶね、あ食らってるわ。一応あのクリーパーとか結構出るんで注意してください。もう思いっきりだわ思いっきり嫌なやつ。はいはいはい、でも種があるとね結構いい感じに倒せるんで大丈夫だと思います。終わりかな。はい終わりだったね。うん、種がねほんと大活躍します。でここ何もいりません。爆発も強いんですけど、いやーめちゃくちゃ使うんで今回使いません。あぶねー。でここラビジャーがとにかく強いので注意です。まあ、種とかをうまいこと使って足止めをしてあげるとまあまあまあ大丈夫かなと思います。種大活躍ね今回。おう、よっしゃ終わりかな。終わりだね。はい、でここも何もいりません。そのまま行ってください。で金細工でリハイブアーマーをあげましょう。何がついた？いらねえな球根2か、あ球根じゃ魂の袋だ、いらないな。はい、ああでね、エンチャントを多めに入れていってください。まあ特にね必要なやつもないんで入れなくてもいいんですけども、ボス戦の時はねちょっとあった方がいいので入れておきましょう。で危ね、でここはプレステ版は上からです。やべ、まずノビをね倒さないとどうしようもないので、まずは伸びからですね。はい、で、よし、で、残りはエンダーマンですね。まあ、矢を撃っとけば勝てるので大丈夫です。まあ、HP に余裕があれば、近接でね、パワーシェイカーで削ってください。まあ、ただもう、パワーシェイカーのね、攻撃力はありません。あまり期待しない方がいいですね。はい。で、ここで、エンチャンターの書を取っていきます。種と交換してください。そうすると、蜂がね、またちょっと使えるようになるんですよ。で、さらに、ゴーレムが出ますので、ゴーレムを使っていく感じです。最後は。やばい、危ないぞ、危ないぞ。おーし、危ない。危ない、ちょっと待って、息ができない、息ができない、息できないよ、危なかった、危ねえ。よし OK、 海の中でもハープーンはめちゃめちゃ飛ぶので、いざとなったらハープーンで攻めれば OK。 終わり。おー嘘、あーいた、はーい、いやどっち。でここでコグに変えていきます。
モハープーンとはお別れしてください。で、エンチャントですけども、テンポシフトと、追い打ちですね。あと、虚無入れとけばいいと思います。ここはね、このコグがめちゃめちゃ役に立つ。もうそっち側に打つなって。そっち側に打つか。よし。コグで倒していけば OK です。敵がもうとにかく多いんでね。よっ。よし。OK。よし。で、ここも。あぶね、おおおお、ちょ、そこから攻撃するのずるくない？まあ俺もそうだけど、そこから攻撃ずるいよ。よし、落ちてくれればいいけどな。あ、落ちた、ナイス。あ、こっちのやつも落ちてた、いつの間にか。よし、はい、あと上に2体ぐらいかね。いやいやいや、意外といた意外といるぞ。よし、はい、おしまいです。22回クリアで、ここでナイフ、魂のナイフに変えてください。多分これがね、エンチャント的に一番いいと思います。うん、もう重力と衝撃波で、あとあと吸血を入れてあげれば OK です。うん、ちょっと衝撃波多めに入れちゃって入れられなかったんですけども、まあまあそれでも多分大丈夫だと思います。うん、この時ちょっとね、火力はそんなないんだけども、この衝撃波が入ってるので結構倒すことはできます。うん、この衝撃波、この単発武器とね相性いいんで、これだけでなんとかなっていきますよ。危ない。よし、うん、一発は殴ると衝撃波が走って、まあ2発ダメージが入りますもんね。しかも衝撃波の3なのでかなりいい感じのダメージです。いいね。まあまあここで倒さんでもいいかいけいけ。よし、はい、おしまいです。23回クリアで、ここでようやくゴーレムが出てきます。バージーネストと交換です。危ない。んで吸血だね。耐久力は吸血、火力は追い打ち、まあどっちでもいいと思います。よし、オッケー。ちょっと待って、ゴーレム動いて全然動かなかったじゃん。よし、ゴーレム動いてくれ。よし、いいね。このエンチャンターの書とゴーレムの、あ、ちょっと動け動け、全然動かないじゃんちょっと待って、当たってない。ああ、まあまあまあ結構ね、こう役立たずな時もありますよ、もちろんね。でも耐久力も抜群だから、ゴーレム、ゴーレムの耐久力は素晴らしい。よし、 OK。 あと上に 2,3 体いておしまいかな。ゴーレムもう呼ばなくて OK。 わおいいダメージ。で、24回クリア、何もいりません。いきましょう。で、ここがね結構ねゴーレムが役に立つのよ。うん、この真ん中で結構いい感じに暴れてくれるんで、ここだね、ゴーレムとの相性がいい。いけ、ちょっと動かない
ゴーレムが動かない。ちょっと待って、今回のちょっとゴーレム調子悪いな。なんで動かなくなることが多いな。まあそんなこともあるよね。うん、あるさ。はい、でここドラ取りません。もうゴーレムでいきます。もうどっちかなのよ。うん、あ、まあまあエンチャンターのショーをやめてね、ゴーレムとドラでもいいと思いますけども、うん、まあ道中のことを考えるとこのセットでいいと思います。まあボス取ったでいきたいならば、よし、エンチャンターのショーとドラを交換ですね。でいいと思います。いや動かん動かん、これ今回のゴーレム、いやどうした、全然動かんな。動くときほんとブン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 してくれるんですけどね、全然全くダメ。あ、でちょっと更新しときますね、 HP を。ゴーレムの HP を更新しときます。ここは何も取りません。いきましょう。あーとエンチャント入れていきましょう。衝撃波は3入ってるので他をパワーアップさせていきます。いけ、いいね。さあこういうね、敵が多いところでのゴーレムってめちゃくちゃいいんですよね。よし、いいね。でしかもクールダウン3入ってるんでどんどん使える。動かねえな。え、どこ、あ、いたんかい。なんか変なとこにいた。よし、おお、すっげえ減った、すっげえ減るな。はい、こう何もいりません。いきましょう。でここも敵が多いんでゴーレムが役に立ってくれるか。今回頼むよゴーレム、ほんとね、いい時すっごい動くんだけどね。あ、うん、今回動いてる動いてる。うん、もうゴーレムに任しとけば倒せるんで安心なんですよね。やばい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 、あぶね。よし、終わりですね。いや攻撃して、ではボスですね。ここでソーブレード変えていきましょう。でパワーでソーブレードではなくパワーシェイカーを上げていきます。127のパワーシェイカーはむちゃくちゃ強いです。うん、ドラがいらないぐらい強い。12700か、すごいよ。で、ここでエンチャントも、入れていきましょう。虚無ですねと雷と、でここはもう鋭利でいいです。スタンを入れていってもいいんですけども、このボスにはそんなに意味がないので、でボスのダメージが入るようになったらフルパワーで攻撃していきましょう。これね、ゴーレムのエンチャントがめちゃくちゃいいやつ来たら速攻終わります。あわー、ミスった。一気にやられた一気にやられた。まあまあこんなこともあるんで注意して戦っていきましょう。よし、行くぞ。ちょっと待って、ゴーレムが動か、うーん、違うな。あのね、毒の蜘蛛のゴーレムがめちゃくちゃ強いんですよ。毒の蜘蛛あれが出たら大当たり。でも今回のは違う。
しです。まあ終わりですね。ミスった。はい、ミスらないように行こう。なんだ、いまいち霊気。うわー、3だったらいいけど、まあ持ってるね。汚れはあー、なんか中途半端だな。めちゃくちゃ中途半端。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。